どうも、エルザレットです。それでは、イーストワード続きをやっていきたいと思います。さあ、ダム上から出ていくことになるのかな？ちょっと話しましょうかね。東に行くなんて、危なすぎるよ。しっかり対策をしておかないと。そんなに危険ないんやろかね。お二人さん、用意はいいかい？出発しよう。素晴らしい。それでは、駅で落ち合おう。ジョン。みんな。やっぱり出発するんだな。悲しい顔すんな。みんなで見送りに来たぜ。ジョン。昨日は本当に助かったぜ。まったくだ。あんたらが来なきゃ、こいつら今頃怪物の胃袋の中だ。そうだね、食われていてもおかしくはない。サーカス団にも多大な貢献してくれた。感謝してもしきれない。ありがとう。サン、ジャクソンから話があるってさ。おい、俺だけかよ。みんなに一緒に言うんじゃないか？天気晴れてきたね。暗すぎてみんなに笑えないかって心配してるんだよ。そんなわけで、さんとひげおじさん、俺が言いたかったのは、二人はみんなのヒーローってことだ。おい、何か言うよ。まあ、ジャクソンは二人が行っちゃうのが寂しいんだってさ。絶対に帰ってこいよ。そんでまた大事の子やろうぜ。ジャスパー残る感じなのかな。ジョン、とうとう別れるときね。私よく考えたんだけど、ここに残るわ。ここが私の居場所。そうか、決めたか。あれ、ビートルクイーンはどこ？さっきまでいたのに。姉さんどうぞって。なんで姉さんがメインみたいな感じになってんだろうな。東への道のりはとても危険よ。サーカス団でさえ、そんな危険な冒険を犯さないわ。決して抜け出せない霧があるって話だ。気をつけるんだぞ。安全第一だ。これを受け取って。役に立つかもしれない。え、まさか無知ですか？みんな、ありがとう。え、ハート？ハートなの？あ、晴れてきた。
出発するのか？未来。じいさんから聞いたことがある。東の果てにある凍りついた町だ。そこには空へ通じる高い塔があるらしい。道のりは楽ではないぞ。それだけは断言できる。今ならまだ引き返せる。まさか私たちは諦めないよ。お前たちは他の奴らとは違うな。俺には想像できんほどの強さを持っている。よく言うように、逆転でも最後に勝てばそれでいいんだ。あ、勝てばね。勝てばよかろうですよ。さあ、この町ともお別れだね。いや、だいぶ長かったよね。まあでも、進むしかないからね。お、マルゴラーリ、出発するのかい？奇遇だね。私もなんだ。最後にもう一枚だけ書いていこうと思って。君たちもどうか良い旅を。そうだね。良い旅になるといいね。ジョン、この鉄の馬を見てくれ。私たちの乗り物だ。アイアンカービン号だ。鋼鉄のボディに若葉100頭分もの推進力一瞬ちょっと読みづらかった。これが研究、あ、究極の乗り物だ。それに最高の運転手付きだ。さあ、最高は言い過ぎかもしれないけど、それでは出発しよう。長旅になるぞ。時間はたっぷりある。車内でゆっくりで話でもしよう。ミリアムは何かしてそうなんだよな。ラムは日光を跳ね返し、水をたたえてじっとそびえている。サンたちが来た時と少しも変わっていない。彼女たちが去ってもやはり変わらないだろう。雨上がりに巣を修復するアリのように、町中ではたくさんの黒い点がうごめいている。だが、馴染みのある顔がいくつか見当たらない。残された人々の顔は正気がなく、感情が読み取れない。自分たちがあそこを去らなかったら、自分たちもあの中に紛れていたら、彼女たちがあそこを去らなかったら、彼女たちもあの中に紛れていたのだ。あら、狭いけどいい列車だね。定休日って書いてある。左上定休日ってあるよね。今日はいい天気だな。旅立ちには最高の日。そんな顔しないでくれ。何も心配いらない。そんなに神経を張り詰めていたら、未来に着く前に疲れ切ってしまうぞ。未来に行ったことあるの？いいや、あの町については私もあまり知らない。でも噂通りなら、大鉄道を東へ進めばたどり着くはずなんだ。ほら、もうダム城が見えなくなったよ。ダニエル、もう加速しなくていいよ。了解。ケチってるわけじゃない。早々と燃料切れになるのはごめんだからね。見知らぬ場所で足止めになるなんて嫌だろ。でもその燃料はどうやって作ってんだろうね。
お、すげえ、ベッドになってる。しっかりしてるね。意外とね。それはそうと、ジョン。ちょっと待った。寝てると思いました。ダニエル、充電してない？よく見たらコード貼ってあるよ。マジか。それはそうと、ジョン。君に娘なんて言ったかい？まさか。あの学校の先生と？いや、やっぱそうだ。ウィリアム、やっぱそうだ。出身、同じだね。なわけあるか。違うよ、あんな唇お化け。違うのか。じゃあ、キャサリンか？見に気があるようだったけど。それにしては。まあいいか、説明はしなくても結構。私たち大人はいろいろ抱えているもんだ。いろいろとね。うむなあ。ああ、やっぱそうなんだ。ダニエルは元気にしてるか？めちゃくちゃ元気だったけど、めちゃくちゃいじめられてたよ。そうなのか。本当に意志の強い子だ。いや、今ので伝わったの。マジか。私の息子じゃなかったら、もっと楽に生きられただろうにな。ねえ、あれ何？ジョン、外を見て、すっごく大きなキノコだよ。大きなキノコ？キノコ？ほんとだ、キノコだ。うわー、すごく巨大だ。どうしてこんなに？ウィリアムを見たことがないくらい。あれ？なんか霧がうんちゃらかんちゃらって、もしかしたら胞子なのかな？ダム城ならいい値段で売れそうだ。売る気満々やな。前方に霧が出てきたみたい。あ、やっぱそうだね。減速する？うん、そうしよう。安全に越したことはない。霧ね、霧という名の胞子だろうな。だが、後ろのあれは、どれ？おお！まずい。ダニエル、加速だ。別の列車が迫ってきてる。加速。めっちゃなんか重装備だよね。向こうも早いよ。衝突しちゃう。まずいまずいまずい。ダニエル、もっと早く。もう限界だよ。ぶつかる。みんな生きてるか？何が起きたの？今の列車、アイアンカービン号だった。ん？同じってこと？そっくり同じだったよ。ちょっと型は違かったけどね、ところどころ。きっと見間違いだ。アイアンカービン号は私が作った列車だ。このように2つとない。でも私見たよ。ジョも見たよね。ね、燃料タンクが変だ。使ったはずの燃料が、もう戻ってる。マジか。あ、でもさっき、ホワンホワンってなってたもんね。どういう意味だ？戻っている。そのままの意味だよ。キノコを見た後から燃料が減ってないんだ。まるで走っていなかったみたいに。そんなはずはないだろう。窓の外を見ればわかる。
来月道を走っているじゃないか。燃料を使わずにこの速度なら大儲けできるぞ。あー、やっぱそういう感じなのか。ループみたいな感じなのか。変だよ、ここはもう通り過ぎたはずなのに。はいはい、背の低いお子様たち、面白い話をしてやろう。君たちの言う通りなら、もうすぐ霧が出る頃だろ。霧だ。やっぱそうなるんだ。ダニエル、嘘をつくことは教えてないはずだ。え、本当に霧が出てるのか。で、また出てくると。見てきたよ、アイアンカービン号。まさか、加速だ、追いつかれる。そう、列車が壊れたら修理費がバカにならない。燃料費もな。また元に戻ったよ。わかったぞ。鍵はあのアイアンカービン号だ。あれに追いつかれるとおかしなことが起きる。だからあれよりも早く走ればいい。ダニエル、レバーをしっかり握れ。またあいつが現れたら。エンジンの限界まで加速だ。了解。またここか。ぐるぐると同じところを。霧と関係が。水までもが死んでいるみたい。大丈夫、すぐ着くから。信じられない。本物のアイアンカービー号は私たちだ。あの偽物がどうしてあそこまで速いんだ。許せない、あの列車には追いつかせない。もうプライドじゃん。ダニエル、あれを使う時が来たぞ。あれを？でもあれはまだ不安定だよ。うん、お前は心配しすぎなんだ。それにあの列車を振り切らなければ私たちは一生ここに足止めをさせられる。二人とも何かに捕まっていってくれ。今から少しばかりスピードを出すぞ。ダニエル、準備は？高密度燃料を補填開始。よし、あとはあいつを待つだけだ。霧が出てきたぞ。ダニエル、用意しろ。私の合図を待て。まだだ。もうすぐ。来た、ダニエル、今だ。起動。もっと早くできないのか。追いつかれるぞ。無理だよ、もう限界まで加速してる。これ以上は、まあ、爆発しちゃうよ。来たよ。そう、まさかずっとここに閉じ込められてしまうのか。普通に事故ったね。大丈夫？いたたたたた。またか、また失敗したのか。
何かにぶつかったみたい。あ、ってことはイザベルたちの飛行機じゃない。なんだと？見て、あそこ。あそこになんかあるよ。あー、修理しないといけない感じか。え？普通に列車に乗っちゃったね。モンキーマザー、もっちゃんが知ったら激怒するでしょう。ああ、嫌だ。絶対に激怒します。あんたたち、誰ですか？未来に行くの。でもね、変な列車のせいで前に進めないんだ。ああ、次元磁場のことですか？時間磁場か？のことですか？キレの中では時間の流れが乱れているんです。十分な速度がなければ通り抜けられません。このウキウッドのように。第6章、24分の1の夢。ウキウッド？ここが囚われてるの？囚われている。誰もがそうです。違いますか？そうだ、もし助けが必要なら私の子たちが手を貸してくれるでしょう。前の車両にいます。彼らのこと？ええ、そうですね。彼らも私の子供です。残念ながらそこまで賢くはないですが、他の子たちは前方の車両で遊んでいます。いつも新しいものを作り出して遊んでいますよ。ありがとう。ママと呼んでください。みんなそう呼んでます。わかった、ありがとうママ。ジョン、グリーンバーグのロボットに似てるね。確かに、ほんと記憶が戻ってるんだね。じゃあ話しかけはできないんだ。めっちゃ下が動いてんやけど。目洗ってんなぁ。お、じっちゃん。バドリーノ。浮き、今のものすごい爆発は何じゃ。星が抜けるところじゃった。アクションシーンを撮っているのか？浮き。あー、なるほどね。ごめんなさい。こっちの列車があなたたちの列車にぶつかったの。浮き、列車ごとか、素晴らしい。賢い娘じゃ。わしはプロデューサーでな。プロデューサー？そう、前は町長だったがな、浮き。あいつが来てから。わしらは映画制作の職人集団になったんじゃ。当然、わしはプロデューサーに選ばれたが。時には演じることもやぶさかではない。浮き。娘さんどうじゃ？活動写真を好きかな？浮き。好き。お気に入りは大地の子だよ。浮き。大地のこと言ったのか。懐かしいタイトルじゃ。あれは撮っていたところ、撮っていた頃。わしはまだ若く。不憫で自分を勘違いしておった。大地の子に出演してたの？ジャスパー来てたらよかったのにね。何の役？ロケット騎士？カリウド？それとも大魔法使い？ほほほ。キー。わしに適した役はたった一つ。猿の役じゃ。ウキ。ってことは、もしかして？ロケット騎士のロケットがまだここにある？ロケット、そういえば見たことあるような。でも道具車両で聞かんとわからんな。そうじゃ、若き映画ファンのお前たちは俳優業に興味ないかね、ウキ。俳優、本物の映画に出るってこと？その通りじゃ、ウキ。最近人手が足りなくてな。言葉を話せるタイプの人間はなおさらじゃ。喋ってないけどね、右側ね。監督と話してみるんじゃ。わしの推薦と言えばよい。監督ならわかるじゃろう。ロケットとやらも。浮き、そうじゃ、これをやろう。若き映画ファンにプレゼントじゃ。ウキウッド契約書を手に入れた。カッチンね。てか、久しぶりにアイテム手に入ったよ。
カッチン。話長かったけどっていうところだったね。記録室。はいはい。ただただあのお宝を探しに入っただけなんだけどね。お、まさか。第一の子できる。しかもガチャもある。あ、でもガチャの中身は変わらずだね。すげえな、どこでもあるな。一回セール。バナナミルクがどこにでも顔を出すことを除けば、猿たちの記憶にこれといった特徴はない。まあ、猿といえばバナナだよね。バナナミルク作れんのかな？うん、まあ話しとくか。君たちは。いや、てか猿だね。猿だな。猿じゃない？私たち人間だよ。ありえない。こんなに体毛が少ないはずがない。人間なら私のような多毛なはず。あ、なるほど。そうなるのか。しかし言葉を話せる猿か。珍しいな。もしかして野生種か？ともかくウキウッドには何の用かな。未来に行く。私たち未来に行く途中なの。なんて認知能力が高いんだ。驚くべきことだ。とはいえ、所詮猿だな。いいかい？未来はただの伝説だ。存在しない。存在するよ。友達はもう言ってるもん。分かった分かった。猿に説明しても無駄だな。頑固で短気な動物だから。すごい立場逆転した感あるね。え、あ、でもあれか、ぬいぐるみみたいなもんか。上ではデッドリードールを撮影中だ。浮きプロデューサーの許可がないと入れないぞ。はい、デッドリードール、何それ。あの期待作を知らんのか、ウキ。デッドリードールは、ウキウッドが撮影中の最新 SF 映画だぞ、ウキ。最新 SF 映画。かっこいい響きだね。大地の子みたいな映画かな。大地の子だと懐かしい名前だな、ウキ。だが、ちょっと違う。あれは時代劇だからな。時代劇。そう、時代劇だ。過ぎ去った時代、昔の物語だよ。過ぎ去った時代の昔はあんなだったんだ。とにかくおしゃべりはここまでだ、ウキ。私たち上に行ってもいい？何？プロデューサーの推薦、ウキ？あの老いぼれ。いいだろう、上がるんだ。騒ぐなよ、ウキ。あの老いぼれべって。言うな。言うことはちゃんと言うやな。あ、君たち人間だということは知ってるが、それでもお風呂覗かれるのはいい気がしないな。ごめんなさい。てか、お風呂だったんだね。アヒル持ってたけど。まだなのかよ、ウキ。あとちょっと、もうすぐだぞ、ウキ。いやいや、ダメだ。あと少しだ、ウキ。どうしろってんだ。これじゃ、撮影に間に合わないぜ、ウキ。どうしたの？ほとんどがトイレが出てこないんだよ。今日は大事なシーンの撮影なのに、いつもそうだ。ここぞという時に限ってへこたれる。ウキ。うるさいぞ。これはな、生理現象なんだ、ウキ。緊張してるってことか。お、でかっ。なにそれ。おお、買い物させてくれんの？バナナミルクだって、まんまあった。カエルクッキー、チョコバナナ、バナナミルク。ミルク買い放題じゃん。待って待って待って。パンツに Z って書いてある。そこだけ気になった。クッキーウッド、カエル。リュック拡張したいねー。あれね、サインはできないよ。まだ手が治ってないんだ。あなたも俳優なの？うん、俳優。ここは監視員もやってるからな。俳優を首に直って、なったわけじゃない、ウキ。ウキに出たんだぞ、ウキ。ウキが多いね。軍に見放されたボクサーの物語、邪魔するものは何もない、岩のようなタフな男。毎日練習してた。折ったバナナも使って鍛えた。あー、ロッキーですね。
チャンピオンのゴリラクリードと戦うためにな。そのチャンピオンとの試合の現場で手を抜いて負傷。それ以来俳優の仕事がないんだ、ウキ。続編で役者を変更するだろうな、ウキ。悲しいな。お前たちどこへ行くつもりだ。この先は特撮シャドウだ。おー。はいはーい。どっちかっていうと俺はここ入らないとダメなんだ。上行くか。ガンダムある。やめるんだ、今は喧嘩してる場合じゃない。ぬいぐるみアーミーはもう街に入ってきている。そう、私の戦車ビーフバスターさえあれば。あのボロい缶詰の缶のことか、笑わせんな。あれにできんのはぶっ壊れるクレーのもんだ。なんだと。私のビーフバスターを冒涜するな。何度でも言ってやる。あれはただのボロい空き缶だ。これはちゃんと合ってるんだよね。カット。君たち全然ダメだよ。あ、やっぱそうだね。うん、なんか違う感じをした。ツツーパみたいな感じが欲しいんだ。ツツーパタじゃない。え、どういうこと。ツツーパだ。ダメだけど何にも分かってない。ああ、ツーパって何なんだ。エナーロ、わかるか。キキツーパツツーっとして、それからパって感じですかね。ウキウキ。このパイナップルアタにそれで伝わると思うか。こいつに理解できるのは3文字までだぞ、ウキ。そうだ、3文字で頼む。え、なんだと？ウキー。セットでは死後禁止だ。やり直しだ、初めから。ウキ。おや、ロトンドはどこへ行った。あの形のいいお尻が登場する場面なのに。ああ、あの猿め。あいつなんか猿だ。猿が猿って言ってる。1分後にはまだ来てなかったらあいつはクビだ。お宝あるじゃん。話よりもお宝。オーくん、とりあえず話せばいいのかな。でも声出すなみたいな話だったしな。君たち、いいねいいね。浮きガチガチの肩に鶴舐め。手のひらはまるで皮。無情髭武将髭が。君こそ僕が探して持っていた人物だよ。どうかな、サインにならないかい、浮き。私たちロケットを探してるの。僕はここの監督でね。君たち名前は。私はサン、こっちはジョンだよ。死んだよ、波にふさわしい平凡な名前だ。誰の推薦かなんてどうでもいい。未来の蓋を見極めるのはこの僕だ。さあ、君の実力を見せておくれ、ウキ。と言ってもな、黙ってるだけだからな。え？え？ちょっと待って、どういうこと？5本、ウキ。このマイクおかしいぞ。僕は声が小さすぎる、ウキ。別の動くれ。ウキウキ、うん、いいかな。え、こりゃなんだ。お前の毛にまみれてるじゃないか。仕方ない。いつもの入れ方でいく。ウキ。おお。よし、ジョン。あ、ジョソだ。ジョソって言ってたね。ジョンだ、監督。ジョン、目を閉じて。君はゴロつきの少年だ。夢よりもぐしゃぐしゃの靴下の山の方が大きい。けれど運動好きで活気な女の子に恋をする。彼女に誘われて野球の試合に参加する。だがチームのキャプテンはその子の兄だ、ウキ。身のほど知らずの男は自分の力を示そうと彼に挑戦を申し込む。相手は汁気の多い腹を持つ輩だとも知らず、一体いつ始めるんだよ。
カメラマンが棒弦履いてるってなかなかよね。でかすなよ、説明中なんだウキ。で、そのロボットだ、それが彼女だよ。ん？どうやって力を証明するかは君に任せるよ。え、おい、スタート。あ、なるほど。ちょっと待って、これさ、もしかしてさ、説明なさすぎじゃね？むずいね。うわー、最後当たんねー。ドラ、あー、全部外れる。いや、マジか、全然。これ最後さ、押せんだよな。めっちゃ押せえ最後。いや、これは信じられない。こんなにもひどい演技ができるとは。僕の目を騙せると思ったのかい？君の企みはお見通しだよ。フライパン操る手のおぼつかなさ。その不器用さに現れる中古品への恥じらい。これぞ才能だ。さすがプロデューサーの推薦だ。君は天才だ。すげえ、喉知られたな。ウキー、行きます。ああ。いやいや、あのね、ルールの説明をしてほしいわけよ。このゲーム、ルール。チュートリアルもなければ説明もないからさ、無理よ。マジで無理。ウキ、二人とも遅いじゃないの。ごめんなさい、私たち。ああ、素晴らしい。まるで本物のスターだ。いいかい、スターは人を待つものじゃない、人を待たせるものだよ。ウキキ。でも失礼じゃないの。そんなことはない。それがみんなの望みなんだ。みんな喜んでますぞ。ウキキ。始めるよ。泣かせておやり。さあ、ステージへ。今日の主役は君だ。ウキキ。ポンポン銃。それは秋が始まったばかりの頃。夏の暑さがまだ乾いた地面を焦がしていたが、風が吹くと冷たい空気は少しずつ感じられるようになった頃だった。そしてとりわけ知るのに最適の日だった。あらゆるものに異変が起きた。それらで、そこら中で命が変化に屈していた。家畜も植物も全ては変異し変形する。見たこともないおぞましい怪物への変異だ。人気のない山道が風が地面を叩くと紛れもない殺意が溢れ上がる。現れたのは武装した男。古い銃にかけた指が興奮に震えている。あの男だ。いいね。異常ダメ。人を魅了する冷淡さ。完璧な登場だよ。本当に素晴らしい。この感情で君を満たしたい。夢中にさせたいよ。いや、うるせえな、こいつ。はい。最後からの脅威、AD。アクション、ウキ。待って。意外と体力あるのね。ゴーゴー。実に素晴らしい。感動的な演技だよ。こっち命がけやから、そのカエルども叩きのみしてやれ。いいかい、その銃は世界で唯一の正義なんだ。シーン16、ロジオラマジクション。読めねえんだって。
切り払われる草のごとく敵が次々と現れていく、あ、倒れていく。銃声が彼らの、あー、わかんない、引き金かな。銃使いの勢いを止めるものはない。カエルだね。残発かー。それは無理。ドン。あ、かわいいね。こう、ドンって倒れる瞬間がさ、綺麗にひっくり返ってるんだよな。あ、ひっくり返るとカエルかけてんだ、もしかして。いや、まさかそんな高等技術やるわけないよね。不気味な怪物が空中を飛び回り、忌まわしい獣が残忍な遠吠えを上げる。しかし、その翼も喉ももはや無事ではいられない。今日奴らは報いを受ける。口を開くや否や、その眉間に銃弾が撃ち込まれるだろう。砕け散るの飛び散る、造物、心臓は一瞬で動きを止める。キキキキキキキ、僕の見込み通りだよ。まだ気を抜かないでくれ。その調子だ。シーン17、カエル戦車、レディー、アクション。浮き。カエル戦車。やべ。おー、なんか来たー。ドン。お宝の音はするけどねー。左から。ほら、もう周り、あ、なんか止まった。雑魚がいなければ。ほい。あと何回？淡々と撃つだけ。ほらほらーい。あ、ちょっと待って。パンパンいってる、ちゃんと。お見事、芸術的だ。君は最高の銃使いだよ、ウキ。けれど、ここからが本当の試練だ。腕見せのところだ。はい。シーン18、銀河をまたぐ戦闘。レディー、アクション。ビルの影を長く伸ばしたのは、夜空を照らし、燃え盛る隕石だった。邪悪な敵がついに姿を見せた。いや、意外とね、ほらほら、あ、突進系終わりかな。あ、いや、いたよ、左いた、いたいた、ほい。端っこで待ってるのな、見えんよな。警報、巨大生物接近中。ガジラじゃん、ガジラ。スーパーエクストラエクストリームマン。マンダ、ウルトラマンダ。え、これも俺がするのかな。いや、夢の共演ですね。助けてー。瓦礫の中から助けを呼ぶ少女の声がした。まさかの3。いや、ちげえ、サルちゃんか。助けて、スーパーウルトラエクストリームマン。すまない、レディ。これは生や死よりも大切な戦い。世界の海を決める戦いなんだ。どうか許してくれ。それでも英雄って言えるの？
そのレリーは私が守る。カート。ファンタスティック。もう込めるのは上手だね。君は映画の女神だ。ミーナスの誕生を目にしていたような気分だ。美という概念を覆してしまうほどだよ。この声は天国の城壁をも快感に振らせる。君じゃなく敵に役はいないよ。やめてよファボロ。浮き。さっさと詰めしましょう。美容院に遅れちゃうわ。君の言う通りだな。それでは。いいかいみんな。君たちの仕事は命を懸けてベラを守ること。カエルどもをベラに触れさせるなよ。はい、了解です。真の英雄。本当だ、ライフがある。ちなみに、ライフは減らない。OK。撃って大丈夫ならもう問題ない。ついでに撃っとく。ほい、ほい。意外とギリギリ。オッケー。ほぼほぼ顔映ってなかったけどね。あ、私の英雄さん、お名前教えていただけないかしら。ジェイク？天にも昇るような心地の名前、ジョンです。あなたにお似合いだわ。だってあなた今から天に召されてる。見されるから死になさい、ジェイク。いや、マジのバケ、マジのバケモンじゃん。見たー。これさ、この時はい、終わりー。そりゃ止まってたら攻撃するよね。君は残らないのか。残る？このお粗末の英雄のそばに、それとも狡猾な怪物のそばに。どちらもありえない。これで終わりだよ友よ、さらばだ。こうして巨人の戦いは続いた。ジェイクは一度も振り返らなかった。その目は無限の夜空だけを映す。鉄のない演技だ。ウキ。もういいっすか。もういいですか。君ならやると思ったよ。ついにうちなる獣を解き放ったな。君は真の役者だ。ウキ。それにベラ。ああ、ベラ。もちろん君も。もういいかしら。次の予定があるのよ。ウキ。そうだった。そうだったな。みんな聞こえたな。撤収だ、ウキキ。あなたの演技には私も安心したわ。ぜひまた共演したいわ。ウキ。皆さんこちらでーす。ジョン。ジェイクになってたんだよな途中。ジョン、スターだね。スターになったね。これは始まりに過ぎないのさ。ワクワクするような演技だったよ。人間なのにあそこまでとはね。ウキ。それじゃプロデューサーのところへ行ってくれ。一番西の部屋だ。彼が部屋を用意してくれてるから休んでくれ。役者には美容のための睡眠が必要さ。浮き。私たちロケット騎士のロケットが欲しいの。ロケット騎士。浮き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 。第一の子のことだね。君みたいな小さな子があれを知っているとは。あのロケットは東の道具車両に行けばあるかもしれない。天井まで骨董品で生まれた車両だよ。子供各スポットライトを満喫するといい。自分を解き放て、大いに浪費しろ。それがセレブってものさ。浮き。まあ、そうやって甘やかしすぎて、女の子みたいな、ちょっと、つかみどころ悪そうな感じの子が生まれたわけやね。スターだ、こっちに来る。もう殴ったりしないよね。
いやいやいや、あんた人間すごく良かったよ。大物の銃使いみたいだったからね。まあまあまあ銃使ってるからね。でもその武器とても危険なものじゃないか。俺たちがカエルン風の使い手じゃなかったら今頃蜂の巣だろうな。とにかくあんたの仕事プレイ一流だ。これからも仲良くなりたいもんだな。一緒にものすごい映画作ろうぜ。カエルン風。はい、失礼。あったあった、お宝。まあそうだね、なんというか不思議なところに入ってしまったね。ダムジョーもダムジョーでよかったけどね、あの雰囲気すごくよかったけど。あれ、もうやめろ。ダメなものはダメだ。ウキ、これ以上やったら怒るぞウキ。怒った俺がどうなるか思い知らせてやる。落ち着いてくれよと思うよ。少しばかり覗いてみようと思っただけだよ。いや、あれは私の仲間ジョンじゃないか。知り合いかウキ。知り合い？とんでもない、ジョンとは親友以上の間柄さ。大親友、腹心の友、ソウルメイトと言ってもいい。怪しいな。まあ仕方ない、入れてやるよ。でも妙な真似はすんじゃないよウキ。何かあったら俺が怒られるんだからな。俺はありがたい、心配いらないよ。私たちは訳もないことを起こすような不法者じゃないからね。あれ、ここ行けない？あ、行けないね。お宝取れないのか。そしたらさ、ちょっとさ、西側行く前に一番右側行ってみよっか。さ、何があるかな。え、うわーすごい、きっとここが道具車両だね。それにこれはソロモンの城。浮き、おっと、君たちか。やたらと触るんじゃない。壊れやすいものもあるんだ。監督が騎士のロケットがここにあるって。浮き、それで君たちはそれが必要なんだな。そうなの、未来に行くためにね。おほ、今時熱狂的なファンがいるとは。浮き、ちょっと待っていてくれ。一応こっち来て正解だったっぽいね。あったぞ。ちっちゃ。あ、これだ。絶対にこれだ。じゃん、これで未来に行けるね。ここは本当に宝の山だな。ミリアム、ダニエル。あったよ、ロケットがあった。ロケット、でもこれ、ただの紙だよ。浮き、他に何がある？長さ 1.5、幅 0.6、赤い機体にチェックの台座。勇気を燃料に正義と、正義導く進路に従う。なんなら尻から吹く炎もつけるぞ、浮き。でもロケット機車はこれで空を飛んだんでしょ。その通り、君も飛べるぞ浮き。試してみるか、ワイヤーで吊るせば。まあそうだよね。車両の反対側までひとっ飛びだ。これぞ純粋な楽しさだ浮き。とはやら別の方法を考えなきゃならないな。まあそんなとこでしょうね、オチ的には。素晴らしいものもあるが大半ダサ作だ。ここで取られる作品は基本的に後者だろう。ダサ作ですね。ほい。はい、ということで、結構長くなってしまったんですけど、今回はここまでにしたいと思います。結構さ、探索右と右側、これファストトラベルもできないから永遠と歩かないといけないんだよね。ことは、まあ、右行く前に一回左戻って、じっちゃんに話す感じが一番いいのかもしれないね。はい。ということで、今回ここまでにしたいと思います。ちょっと今回長くなったんだけどね。まあまあ、楽しんでもらえたのはよかったと思います。よければ、チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた次回です。バイバーイ。